listening to Shibuya Cross FM. キミコソスターだ。イエイ。どうも、岡部少年片岡です。岡部少年浜口です。高橋智太くんです。お願いします。いやー、ちょっとフェイスシールド。何それ。つけてますけど、はい、めちゃくちゃいいね。いいですか。ただこれやっぱさ、そんなつまらんが飛ばないだろうと思ってんだけど、これ始まる前で喋ってるだけでやっぱ飛んでんのよ。ああなるほど。やっぱその自分の飛び量がわかるから大切かもしれない。そうですね。逆にそれだけ防いでるってことですか。そうそう、防いじゃってるから、はい、それでやっぱ渋谷クロス FM さんしっかりされてるから、はい、これもあるでしょ。パネルアクリルもちゃんとある。もう絶対に何も起きないよ。はい、若干声下に行ってますよ。やっぱ行く。下そこら辺はやはりちょっと実験のための今日50分なんで、はい、そうなんですか。そうそうそう、はい、どういうことかやっぱ自分が体感しないと皆さんにお勧めできないから、はい、そうですね、はい、さっき知ったんでしょ片岡さん。これフェイスシールドあるのは知ってましたけど、はい、まさか科学と森田君が持ってきてるとは思ってなかった。そうだから、はい、森田が白衣着てるからさ、そうですね、今、はい、お医者さんがこうやってやってるから、はい、白衣とそれ合うんじゃないのつってつけてみたら、浜さんからのアドバイスで、そう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 、買って高橋さんがつけても意味がないです、はい、いやいや意味なくない。だって僕だってそういう、はい、何劇団じゃないですけどやってますから、はい、ね、ちょっとそれも近々やろうってなってるから、る、ね、こういうのつけて演劇ができるのかとか、はい、そうですね、いいです、はい、やっぱチェックチェックですよね。なるほど。今日はじゃあそれフルでやるんですかこれ、まあ、ちょっともうあの50分行ってみようとは思ってますけど、正直ちょっと息苦しくはなってきました。あれまあでも久しぶりのスタジオですね。いや浜口さんがスタジオスタジオ行ってたから、うん、はい、スタジオにしたんですよ。嫌なんですか。嫌じゃない。嫌じゃないスタジオの方が良くない。いや分かるよ。うん、嫌、うん、だ。いや嫌とは言わないよ。うん、あの全然スタジオいいと思うよ、もちろん、はい、あいいでしょ、はい、風通しもいいですし、うん、ここはい、当たってんじゃないかまだね、車幅というか、ここ自分の幅がね、まだ慣れてないです。久しぶりにスタッフさんとかもお会いできたりとか、なんかいいよね。そうですね、元気な姿をね、はい、見れて嬉しいです、はい、あれ見ました、ブルーインパルス。ああ僕動画で見ました。知り合いが送ってきてくれて、はい、見ましたよ、一応。あ、マジっすか。まあもうちょっと昼ぐらいだったでしょ、12時ぐらいで、寝てなくてさ、寝ててさ、はいはいはい、めっちゃ起こされてさ、嫁に飛ぶから飛ぶからって、おそうなの、そういうの好きなんですよ、そういうの写真撮るのが。あいいじゃん、いいですね。ちょっと出といてって、うん、もう寝ようと思ってたんです本当は、うん、でもブーンって音がしたからどんなもんかなと思って、はい、まあ、何回も迂回して回ってくるから、うん、見に行ったら結構街とか人が出てて、お、はい、うん、見るために屋上とか上がったりしてるんですよ、うん、でなんか知んないですけどバーって見て俺、うん、なんか感動しましたねあれ。おいいもんでしたよ。あ、そうなんですか。なんでもうその、元気になってよかったね。医療系の皆さん、医療従事者ありがとうみたいな、感謝飛行ってことですね、うん、はい、空軍からも、はいはい、よかったですよ。ああいうね、なかなか生で見ることないじゃない、そういうジェット機のね。確かに、そうだって過去ないんじゃないの、そういうの。なんかね、国立競技場がなくなった時に飛んだのかな。ああ、そうなんですね、前は、うんうん、はい、なかなかね、なんか元気もらいましたよ。そういうのいいね、やっぱあるんですよ。我々も元気を与える立場ですからね。確かに、はい、確かに、はい、フェイスシールドして頑張らないとね。いや、してねえじゃないですか。僕持ってきたんですか、浜さんの分まで。ああ、俺いらないって言ってました、ね、はい、いやだけどさ、やっぱあれだよね、うん、最近さ、うん、渋谷のさ、うん、バイク置き場減ってない。ああ、わかんない俺。もともと私駅前んとこ、うん、だからそこも閉じたの、クローズ、うん、そうなんで、うん、次ちょっと代々木公園行く方に 4,5、うん、台止めれるとこあったの、うん、そこもクローズしたの、うん、で、うん、消防署の裏ぐらいに昔のシアター D の裏ぐらいに、うん、 はい、あった、はいはい、公園のところですね。それも潰れた。え、あで、ね、最終的に、うん、浜口がそういえば、うん、明治通り沿いに何かあるって言ってたから、あるある、はい、もうそこしかないと思って、うん、俺今日そこを、うん、こっちまで行こうか、この公園でこう
こっちの細い方かって言って、うん、見つけたの。おお、あっちの裏入ってくとこ。そう、宮下公園、うん、だ浜口さんのバイクの隣の隣に俺止めましたから。あ、そうなんですね。はい、あのヘルメット2つかけて。そうですそうです、はい、そうそう、その横、うん、コンビで、うん、まあ、近いです。いや、もうそこ1個だけ開いてて、あ、ここってそこなかったら俺今日ラジオ来れなかったですよ。そんなことない。じゃあブンブン全部回ってたから止めるとこないから、まあ、バイクね置くとこないんですよ、なかなか。そうなんです、ね、だけど浜口さんもさ、あそこだったらさ、うん、満車の時もあったんじゃない。あるあるある。どうすんのそういう時。だからもう止めるしかなかったよ。あ、うん、お、心配でしょうがなかったよラジオの時。いや、わかるわ、うん、だから今後こんだけバイク駐輪置き場がクローズになってると、うん、無理よ。そうですよね。だからどでかいところはあそこですよ、あの NHK の前。 NHK の前なんかあるの。にあるんですよ。でかいの。でっかいの。どっちが NHK の。あのね、バスが通ってる方だから坂を下った方なんだ、渋谷から見たら。いや、フリーズフリーズ全然わからない。坂ってどこですか。な、何だろう。何、全然いい。西門なのかな、西門になるのかな。西門で、ちょっと向こう側行った方、うん、無限大ホールの方。無限大ホール行くときはそこ止めてるんですよ僕。 NHK から。はいはい。ああ。じゃあ NHK ホールの近く行ったら分かんの。まあ分かるんじゃないですか。うーん、 NHK 一周したら見つけれますよ。いや、距離によってはだいぶ遠くない。こっからだいぶ遠いよ。うん、意味ないよね、バイクで来た。まあ、意味ないです。意味ないです。意味なくはないです。なるほどな。はい、最近僕ね、はい、新しいことしようと思って、お、はいはい、あれ始めたんですよ。なんすか。なんすか。うん、出会い系アプリ。出会い系アプリ。うん、おお。いや、だから、まあ、彼女もいないですから。はい。はい、でやっぱ今までだったらさ、うん、合コンだとかで出会うじゃん。あ、はい、だまあ、うん、なかなかお仕事もあったりとかさ、うん、じゃ合コン開いてよって言っても周りみんな結婚してたりとか、うん、じゃ後輩ってなると接待みたいになるでしょ、うん、はい、うん、もうないのよ出会いが。対等な出会いみたいな。で、なるほどね。ドリームショーとかやっててさ、プロデューサーだからなんか話したりどうのもあるけど、はい、うん、もうそこ付き合っちゃったらさ、うん、もう先生が教え子手出すみたいな。まあそうっすね、うん、もうこれ PTA に訴えられるでしょ。はいはい。ってなると、うん、もう俺生涯独身なんですよこのままいくと。うん、まあまあこのままでいけばね。で、うん、まずいと思って、うん、やっぱし、うん、いろんなものは進化してるじゃん。携帯だって進化してるし、はい、パソコンだって進化してるし、はい、会議なんて Zoom でできるようになったんだよ、はいはい、じゃあ恋愛に対しても、うん、やはりデジタルアップデートしなきゃダメだと思って、はい、勇気を振り絞って、うん、いやあんなのタレントだからやだよどうのとかもあるじゃない、はい、堂々と、はい、あの狼少年片岡の宣材写真使って俺やってますから。宣材写真ですか。あのマネージャーに LINE して、はい、宣材写真あるっつって、はい、マネージャーさん経由で送ってもらって、うん、あの切り取って、あの、はい、横に浜口さんいるやつ。あ、はい、浜口さんも写っちゃいけないから俺の部分だけ切り取ってあ、でまあそのアプリサイトの名前は言わないわ、うん、あえて言うと探したら出てきちゃうから俺。あ、確かに。そういうのに乗っけて、はい、なんか条件とか書くわけ。名前とか書くの。だってさすがに片岡正則とは出せないじゃん、うん、あ、じゃあなんで宣材写真なの。いや写真とか大事なんて。うん、なんかこう斜めのやつとかさ、うん、飯食いながらとかもうそういうのだとやる気ないと思うから、うん、もう堂々とした俺のこの写真、うん、あ、そういうこと、はい、うん、でなんか例文みたいなのもあるの。私は趣味は映画ですとか、うん、はい、俺は私は気づいたら仕事一筋でやってきて、うん、42歳になりましたって定型文作っておおってやって、はい、うん、そしたらいいねとか来るの。おお、そのアプリを落としてる人がいいねできる。そう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 、登録してる人が。おい、リアルなとこが来るな。え、リアルなとこ。あ、年齢的にも。やっぱ42っていうから、はい、同世代をまず多分、うん、当ててくるんですね。コンピューターが当ててくる AI かな。あ、はい、でその中で20歳ぐらいの子とかも来るわけや、うん、お、25とか、はい、めちゃくちゃ綺麗なの。これ宣材写真だろみたいな。なんか赤い壁にこう、なるほど、ね、何
持たれててみたいな。絶対サクレじゃん。はい、うん、で見ると、うん、私はもともと OL をやっていて、はい、その後、うん、投資家始めましたみたいな。おお、だからそういう社長さんとかも投資したことない方でも教えれるので、いつでも連絡をみたいな、はい、もうそれ多分セミナーへの勧誘なんだよね。なるほど。でこっちがじゃあ投資教えてくださいとか言うと AI でバーンって切られるんだよ、うん、え、だからそういうのでつながっちゃダメだから、ネットワークビジネス、ここは恋愛の場だから。なるほどね。俺は何て送っていいか分かんないから、うん、ちょっとやっぱ職業から出て、うん、すごい綺麗な写真ですね、うん、これなんか宣材写真かなんかですかみたいな、お送った瞬間に、うん、はい、プシャンって向こうが大会みたいな。おお、そんなんだろう。多分俺とやり取りしてても、なんか桜って気づきやがったのこいつっていうので多分プシャンってあのガードしてきてるんだよ。ああ、ブロックみたいな。向こうが、向こうが多分、あ、バレたと思ったんじゃない。そういうのもある。おお、ね、すごいね。うん。だけどなんかそれでいいねを俺が押すじゃん。うん、はい、で向こうもいいねを押してきたら、うん、メッセージができるんだ。第二段階。うん。ステップ2だ。ステップ2。うん、はい。でなんか、もうどう考えても桜みたいなのいるのが。うん。なんか私今石川県いるんですけど。東京引っ越そうかなみたいな。おお、いや東京僕住んでるんで何かあったら協力しますよみたいな、うん、ちょっと本当に東京行きたいんだよねみたいな。おお、いやそんなこそさ、うん、27の女性がさ、うん、はい、42歳の年上に使わないじゃん、うん、はい、絶対サクレないはい、はい、でみたいなこととか、うん、やっぱその社会の縮図が勉強になった。だけどこの写真は絶対リアルだなとか、うん、だから僕結構いいねもらってるんですよ。言ってもハイスペックじゃないですか、うんうん、だけど、はい、リアルな人が来るわ、はい、そんなに実際そのメッセージやり取りしていついつ会いましょうとかなるわけ。まあだけど今の時代だったら俺は一回ズーム会議を入れようと思ってる。ああ、そうしたらそこでステップ3ズーム会議したら、はい、あ、こういう人なんだな、ああいう人なんだなって分かるじゃん。うん、まあね、そこを1個入れてから会いたいよね。ああ、はい、けど、はい、なんか書いてあるの、はい、結婚はって言ったらすぐにでもしたいとか、はい、相手によりけりとか、はい、ちゃんとその意思設定が全般、はい、あー、だけどなんかそれぐらい後押ししないとみんな恋することに臆病になってたりとか、はい、分かんなくなってんだろうな。だって、うん、正直さ、うん、独身のが楽っちゃ楽じゃん。まあ、な気はします、まあまあまあ、はい、あ、だからそこら辺のリアルを、はい、俺全アプリ入ろうかな。全アプリ、うん、1個それ1個入ったから、はい、あと3つぐらい入って、うん、はい、どういう過程で女性と会っていくかっていうのを現役探偵の方とかがリサーチして、うん、この番組でお届けしようと思って、はい、おめえが桜じゃねえか桜じゃない桜じゃない目的が違うよね違う、お届けしようと思います。だから恋愛しろよ恋愛したいけど、うん、けどうまいのよやっぱ無料で入る、うん、じゃあ、うん、そうするといいね30個押せるって言ったらめっちゃ最初笑けるの、うん、えこんな声いんのみたいな、うん、めっちゃかわいいっていいね押しまくると、うん、そのプロフィールみたいなのが2万3万10万とかあるから、うん、行き届かないの。まあそうっすね。あーってなったら、はい、ポンって出てくる、うん、プラスでポイント買えますようわー、なるほどね。うん、か、なんかプレミアムみたいの入ると、うん、例えば、もうプレミアムに入ると浜口さんとか、まあ、例えば浜子、森子っていう女性がいたりするから、はい、浜子、森子の戦闘力が見える。どういうこと戦闘力。ポーンっつってこの1週間で浜子はいいねを1000もらってますとか、あー、森子は200です。なるほどね。そしたら1000とかある子の方が人気があるからそこにいいねを押すわけ。はい、ただそうすると森子は、うん、じゃあ浜子は人気だから、うん、俺のいいねを見逃す可能性がありますよ。その時、はい、プレミアムに入ればあなたのいいねを上位に持っていくことができますとか、へだけど浜子からしたら本気でさ、相手を探してたらさ、1000いいね来ても1000人ともプロフィール見るじゃん、うん、だからそんなのは俺必要ないと思ってるんだけど、オプションがいっぱい出てくる。それで送る時のメッセージは、うん、まずこう書いて趣味何があるかとか全部書きましょうみたいな、うん、現代版のお見合いだよね。
そうですね。だってやっぱ俺もさ、うん、芸能界やってるから、うん、女性のビジュアル目超えてるじゃん、うん、はい、もう難しいな。もうやっぱ人は40超えたら結婚できないって言うじゃん、はい、2% とか 1% とか、そんなの、そのぐらいの割合になんだって。だから俺はもう最終列車45歳って決めてんね。45で結婚するっていう、うん、あと3年でしょ、はい、もうなかなかこのまま俺今プラットフォームで待ってるけど、はい、俺が乗りたい電車は来ないかもしれないな。まあ来るんじゃないですか。来るかな。いやだけど、うん、はい、なんかこういうのあるんだなと思って。あ、はい、一人ちょっとなんか、うん、エンタメです、テレビ関係ですみたいな。お、絶対に AP さんか AD さんなんよ、うん、でそれもは絶対同業者だからやめようと思ったけど、うん、ちょっとおもろそうだからいいね押してやれって、俺いいね押したんだけど、ね、片岡さんの職業は何で出してんの。経営者。ああ、なるほどね。あ、うん、はい、で名前も片岡じゃなく、はい、うん、ウルフって知ってますか。あだ名とかでいいんだ。いい、4みんなさんニックネームなんですか、そういう。そ、なんて呼んだらいいんですかって言うから、はい、ウルフでいいですよっつって。ウルフでいいです。どうも本気度が見えない。いや、めちゃくちゃ本気で、ね、写真も俺が海外行った、うん、あのエアーズロックの前とか、あ、ナイアガラの前とか全部旅行好きをアピールして、はい、僕とよかったら旅行行きませんかみたいな。あ、いいんじゃないですか。だから毎週ちょっとこのコーナーやっていくから、うん、俺例えば石川県とかにいい子いたら俺石川まで飛んでいくから、さすがにこのプライバシーの問題が写真とかは出せないけど、はい、うん、どういう過程で LINE のやり取りというかその、ね、アプリの中でのやり取りをして会えたかとか、はい、うん、俺だって始まって今4日目5日目ですけど、はい、うん、なんかもうちょっと飽きてきちゃったもん。早っ。いや、なんで飽きたんですか。いや、なんかいいね来る人は、はい、ああまあそうな方々だなみたいな。でこれがいいなと思って送ると、はい、いいね来なかったりとか、あ、これ桜なんだなとか。お互いいいねにならないとダメなの、はい、そう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 。でもそれは課金が足んないんじゃないですか。いや、そうなの、はい、でそういうのもあったり、あ、ね、あ、そうなんですね。マッチングしたとしてもなんかもうやり取りで分かるじゃん、はい、これ男売ってんじゃん。あ、うん、あ、なるほどね。だけど俺最近聞いた話によると、はい、うん、港区にハイスペック男子とハイスペック女子が集まるアプリがあるらしいな。あ、そうなんすか。それはもう年収がいくら以上で決まってて、向こうもモデルやってますみたいな、うん、だから逆に言えばお金持ってる人だったらマッチングしますみたいな、はい、うん、で年収年商もちゃんと見せなきゃいけない、うんうん、え、証明書がいる、うん、どうやって確定申告書とか。そう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 。マジっすか。うん、そ、区役所で給付金もらう時の手続きっすよ。 そう、ね、その代わり、うん、めちゃくちゃハイスペックで、うん、もう、うん、マッチング率高いらしくて、おー、だから片さんはそれだよって言って、はい、あの風水師の出雲のお国ちゃんによく言われてたんですけど、動き回りで、うん、なんかだけど今期僕、うん、ラブーンいいらしいですよ、お国ちゃん情報によると。今期、あ、そうなんですね。うん、いいんじゃないですか。行ったじゃないですか、あの伝説の目黒の占い師さん。あ、はい、5月末までは転々としますけど、6月からはもう仕事も爆上がりなんだって俺、うん、おー、じゃあもう間もなくで、はい、恋愛も爆上がりで、お、うん、やばいんだって、はい、うん、でやんなことないわコロナでと思ったけど収まったじゃん、うん、ああコロナ、ちょっとビジネス爆上がりの予感してるんですよ。風で感じるんですよ、こうゴルフみたいなと、はい、あれ、うん、爆上がりの予感だなでこれ恋愛も爆上がりの予感にしなきゃと思って、はい、アプリを始めたんです。あ、うん、いやだから俺ね今になって思う、はい、よく浜口さんとか結婚できたなすごいなと思うわ。あ、そう、はい、だってやっぱ気づいたら嫁がさ、うん、飛行機が飛ぶからって起こしてくれるとかってさ、はい、すごい人生の幸せをさ、うん、掴んでるよな、はい、そうですか、すごいいいエピソードだと思います。いいことだよな、はい、心温まるなと思うよ、はい、うん、奥さんに感謝した方がいいよ、はい、
はいはい。言いづらいですね。あんまり考えたことないですけど、まあ、ちょっと一旦ちょっと後半またその話しましょう。はい、じゃあちょっと一旦曲いきましょう。はい、またその話今日はですね、ヘッジホッグマリーズさんで、うん、スカーレットでございます。どうぞ。婚活しますよ。おお。え、リアルではしないんですか？リアルでなんですか？例えばどっか飲みに行って知り合うとか。なんか最近やっぱさ、もう行くとこが決まってんだよね。一人でどっか行ってみたらいいじゃん。どこ例えば？いや、その入ったことないバーとかさ。いや、地元に結構あるぜ。いや、そういうこと、そういうことやりたいけど、うん、まあ浜口さん一番俺の性格知ってるけど、うん、こう社交性あるようでさ、うん、めちゃめちゃ小心者じゃん俺。
一人でバー行くとかなんてもう、まあ、お酒がニューヨーク行くぐらいの気分で想像するだけでドキドキしちゃ う, あそうなんですね。行ける？いや僕は行けないです。俺はね、はい、あの店のドアの前まで行ったけど行けなかった。いや、そんなんかいちょっとトライをしようとした。いや、行ってトライ、うん、なんかもうしてんのかなと思ったわ、はい、うん、なんかね、あのウェイトレスの人があの、はい、すなんかあのカジノにいそうなさ、あの黒と白のシャッとした、はい、兄さんがこうグラスを洗っててさ、あ、はい、で入ろうとしたら目がギョロってあってさ、はいはい、やめろと。いかにもその辺の人しか入れないような。あー、はいはい、うん、あーだけどちょっと、まあ、あの、うん、そういうのしていくわ。だから一人でできることは、うん、行ったことないバーとかパッて行って、うん、ほんでなんか頼めばいいじゃん、あの、はい、ジンジャーハイボールとか、はい、ちょっと携帯触って話しかけられたら、うん、いや近所だったんでどんな感じかちょっと見たかったんですかねみたいな感じで言うとさ、はい、意外と仲良くなっちゃえば、俺女の子と仲良くなるのはちょっとさ、はい、うん、ね、あれ、うん、こいつ怪しいなと思われちゃうじゃん、はい、男性と仲良くなってから紹介してもらうみたいな、この世当たりブーメランで、はい、あの、うん、行くよ。本当ですか？うん、ああ、ね、だってキャバクラとかも俺一人で行ったことないもん。ああ、なんでキャバクラ一人で行くんだろうと思っちゃう。俺もないですね。だけど行くんでしょ、うん、普通の人って結構行くんじゃないの。たまにいますね、うん、もう恥ずかしくてしょうがなくない。いやー、もう僕も無理っす。 A ちゃんとよく言ってたね。一緒に行ってた、めちゃくちゃ言ってた。めちゃくちゃ言ってた。共通の知り合いがいるんですけど、あ、うん、あ、なるほど。今制作会社の AP やってるな。あ、そうなの。和田さんの会社で、へー、あー、だから千鳥さんの番組とかやってる。お、すごいですね。1年ぐらい。その A ちゃんは、はい、キャバクラに行ってその後どうにかしたいタイプの人なんで、うん、すごいですね。デラ楽しいがやっつってて、一、うん、人で乗り込んでって、うんうん、うわすごい強心臓ですね。もう やるってのが目的だから直線直線なんですね。そうだから人って、うん、今後俺は毎週これあの、うん、今週の俺の婚活っていうコーナーを作って、はい、うん、どういう動きをしたかっていうのを報告していくから、あ、はい、気づくとやっぱし俺仕事しかしてないわ、うん、あ、でもそんなイメージ。このコロナでちょっといい機会になったんじゃないですか。いやでもコロナの時でも働いてません。うん、なるほどね。もう、はい、うん、仕事ばっかしてて、だから俺ちょっと、うん、今この曜日は開けて、うん、仕事入れないようにしようとかちょっと調整してるんですよ。あ、その1日を婚活に使おうかな、うん、なるほどね。優香さんとかもさ、うん、あんだけね、ルックスもいいしさ、うん、表になると思うけど、うん、はい、なかなか旦那さんができず37、8まで行って、あ、そうですね。優香さん一回仕事全部セーブしたんや。なるほどなるほど、なるほど、うん、確かにその優香さんの気持ちが分かるわ。本当ですか。俺今優香さんと同じ気持ち。どこと比較してるの。いやだって普通思うじゃん、うん、いやそんな顔もルックスも良くて、うん、はい、仕事もやってるかもしれないけどモテるじゃん、うん、どうせと思っても、はい、けど優香さん分かんなくなったと思うよ。だからあれですよ、もうチャンネルをそっちにしてないから。そう、あ、仕事モードで恋愛だってとてもできないですよ、はい、ああ、うん、なるほど。だから、うん、俺もこうさ、ひょうきんなんかコミュニケーションもあるしいい人できるし、うん、理想高いんだよって言われるけど、はい、理想高いに決まってるじゃん俺。うん、もうだってそういう世界で生きてきたから、あ、はい、だからこれは相当、うん、な戦いなんですよ、うん、なるほど。この自分の山をこのままでいるのか、はい、下げるのか、はい、下げてでもそれは自分の幸せなのか、はい、葛藤があるんですよ。だからその時たどり着いたのが今の俺、うんうん、あの時の優香さんと同じ気持ちだな。本当ですか。 あの時の優香さんそんな気持ちだった、ね、そう、俺はだからすげえ気になったの、はい、あ、なんでだろう、はい、だけどその後優香さんは1年2年で旦那さん見つけて、うん、確か妊娠もされたよね、はい、そうですね、うん、はい、掴んだじゃん。そうですよね、確かに幸せを、うん、はい、1年ぐらい休んでみたら、じゃあ片岡さん仕事。おー、あ、なるほど、うん、大英断ですよ。それ何、嫁探すからっつって各所に仕事休ませて、うんうんうん、嫁休ですね。育休とかそうなったら、はい、全部それ YouTube ネタにしちゃおうとか思っちゃうかもしれない。
YouTube でやるっていう。1年後ならいいっていう。あ、取りためといて、うん、1年後に出していくと。いや、だけどさ、仕事なくなっちゃうよ、全部。何も本気でできないもん、片岡さんはもう。あ、もうダメです、はい、もう機械がぶっ壊れてる、はい、こっちに頭をいってても、はい、ここに3個ぐらいあるんですよ。はいはいはい、あ、分かります、はい、同時進行で必ず何かやろうとするんで、はい、もう何もできないんですよ。あ、逆に言うとだからもう、はい、夢をつかめない夢をね、いっぱい掴もうとしてるからあ、はい、もうチャンネルが多すぎて、はい、あ、なるほど、機械ぶっ壊れてるんですよだから1年ぐらい休んだ方がいいかもしれない。いや、だけどそれでね、はい、うん、仕事は調子いいんですよ。そうですよね。だから恋愛のチャンネルだけが、はい、うん、さあ砂嵐で砂嵐うん、まあどっちかですよ。1年使うか、まあ、諦めるか。そう、あ、うん、だけどさ、実際ね、うん、ここで、うん、いいなと思う人出てくるとするじゃん、はい、うん、多分それはそれでなんかちょっとやっぱ まだかなとか思っちゃうんだろうなまあでも出てきたとしても年数はかかるだよね、はい、今付き合い始めても3年後だよな。3年ぐらいかんじゃないの。今いいなと思ってやっぱしこう大切に温めて、はい、45だろうな、うん、はい、うん、なんかその30後半とか40代の方の、うん、タレントさんの結婚って、うん、なんかイメージ、僕の勝手なイメージなんですけど、うん、長い彼女がいました、はいはい、破局しました、その直後にできた彼女とすぐ結婚みたいな、うん、なるほどなるほど、じゃないですか。だからこんぐらい年になるともう、はい、結婚するで付き合い始めて数ヶ月後の結婚じゃないと、うん、結婚できないんじゃないかなってちょっと思ったりもするす、ね、俺だからさ、はい、勢いね、次結婚するんだったら、うん、ルール決めようかなと思って。ルールですか。はい、結婚します、うん、はい、あの付き合います、僕と付き合うんだったら、うん、はい、まずお互いの両親のところ行きましょう、あ、はい、お付き合いしますよって、はい、フェイスシールドがマイクにゴツンってドンぶつかってんじゃねえ半年後みたいな、はい、一緒に住みましょう、はい、でそこから1年経って、はい、問題がなければ、うん、あの私の結婚のこれ置いときますから反抗してくださいみたいな、うん、もう全部決めとくって、ね、なるほど。でそこからもう子供を作るためにエッチもしましょうとか、うん、全部フェーズを決めていくっていうぐらいで進んでいかないと、日程表みたいなことを決めるってこと。それぐらいにしていかないと、縛り決めていかないと進まないんじゃない、うん、か。一番いいのがもうでき婚だよね。そう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 、うん、だからできちゃえばそれに合わせて動くじゃん、はい、全部、ね、はい、結婚も早くなるし、はい、ね、全部がそう動くから。そう、うん、だけどさ、最初にお父さんお母さんとか挨拶つったらこいつはちゃんとなるってなるけどさ、はい、付き合ってね、出来婚になっちゃったらさ、はい、超無責任なやつだなって思われちゃうじゃん。まあそう思う方もいる、ね、だから俺が言ってるこのルールブック、はい、片岡ルールブックが一番いいんじゃないかな。どう。まあいいんじゃないですか。まあ時間はかかりますよ。時間かかるの。うん、もうだけど確かに45でしなかったらもういいな。もういいんじゃないですか、結婚しなくて。確かにな。犬いっぱい飼って。やだよ犬を。もう犬とか猫飼ったら終わりだよ、一人身で。そっちに愛情いっちゃうから、うん、清水に世話させてバージョンな。バージョンに、うん、そうですね、バージョンが犬の世話して、片岡さんがバージョンの世話するっていう。でも俺結婚してさ、はい、1個思ったのがさ、はい、俺嫁って言ってるじゃん、うん、はい、いろんな呼び方があるじゃん。まあそうですね、妻、奥さん、嫁、奥さん、家内、うん、はい、とかね。そうですね、はい、神さんとかさ、うん、俺なんて呼ぶのかなって自分で考えたこともなくて、はい、で人に紹介するとき、あ、嫁が、あ、俺嫁って言うんだって思いました。あ、うん、嫁タイプ。多分これ芸人だからかな、芸人の人嫁っていう、の多くない？ひろみさんママって呼んでるよ ね、ママとかさ特別な気がしますけど、うん、呼び名あるよね、はい、確かに、うん、
のりさんはなるみさんっていう。いやーそうなんか素敵で、うん、憧れちゃいますね。鶴野さんが一番なんか敬ってる感があるのかなと。奥さんっていうからさ。あ奥さんっていうおっしゃいますね。殿は神さんだもんね。確かにね、はいはい、うん、だ浜口さんそのお子さんの予定とかはないの？まあまだないですけど。そ話はするんですか？いや特には。あそうなの、はいはい、自然の成り行きでみたいなじゃないですか、ね。あはい、で意外と芸人周りお子さんいないの人多いよね、うん、横天狗の横ちゃんとことかさ。あ 同期の芸人、うん、まあ、同期っていうか周りの芸人だよ。ザコさんとかいらっしゃいますよね。いるいるいる人もいるんだけど、はい、まあ、浜口さんもそうだし横ちゃんとかももうできていいんじゃないのっていう、はい、ご結婚されてますし、ね、はい、確かに。まあでも俺の周りで言えばのレアレアの大浜さんがもう2人いるんで。ああそうなんですね。まあね何回か遊びに行かせてもらったんですけど、ああなんか完成したなって感じしましたよ。なんか暑い日にベランダで子供があのさちっちゃいプールキャッキャやってさ。ああはい、なんかうわーって思って。いいっすね、完成しとるやん。子供2人って。あなるほど、好きなことやってな、わ手に入れてるわ、生活して、うら、ん、やましいと思ってよ。子供がキャッキャしてで、はい、たまに一緒に遊んだりしてさ。だからザコさんとかも Zoom とか打ち合わせとかするけどさ、うん、やっぱもう常に子供もお子さんの声聞こえてきたり、はい、幸せなんだろうなと思うけど、ザコさんではないけど、はい、結構名前がある人でも打ち合わせとかしてると、はいはい、まあ、奥さんお子さんいるからめちゃめちゃコロナので弱ってたりとか、はい、やっぱ人の人生で飯食わせなきゃいけないじゃん、はいはい、俺正直いないじゃん、うん、それは。あ森田だけ食わせりゃいいなっていう感じだから、はい、そうなるとさ森田の位置は何なんだ。そうなると、うんうん、そこに関しての不安はゼロだからいいよね、うん。まあそうですね、まあまあ自分だけ食えりゃいいもんね、はいはい、そう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 、うん、ある程度見えますもんね、何をすればいいかみたいなのは、うん、はい、うん、っていうことを最近よく考えるよ。ああ、うん、確かに責任とか感じるんですか、ね、やっぱり責任というか、うん、まあしっかり しようとはなったよね、やっぱね結婚して。うん、喧嘩とかするの奥さんと？あんまりしないかな。おー、うん、ね、結婚式結婚式みたいなのやんないの？いやなんかね、いろいろ見に行こうと思っててさ。あでもそしたらコロナになっちゃってさ。あ止まってんの、タイミング。そう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 、うん、でもしようとは考えね、何かしらはね。あまあその親戚だけとかな。そうそうそう、形的にやって、写真、ね、写真撮ってないの？じゃあまだ写真も撮ってない。まあじゃあ撮ったはいいわな、うん、そこは、うん、そうね、歴史としてな、はい、そう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 、うん、なんかその僕あれ、もう森健はもうゴール間近なんじゃないの？全然間近じゃないです。あそうなの？はい、ずっと長い人じゃない？長いですけど、うん、まあそうですね、お相手もあることなので、はい、うん、なんて言うんですかこういう時、はい、向こうの親とかに会ったりしてる？そこがまだちょっとゼロ、いろいろありまして、ゼロ回、はいはい、一回も会ってない？え、揉めてんの？揉めてはないんですけど、ちょっといろいろあるんで、はい、ダマで付き合ってんの？ダマつうか、まあ、形上そうなってます。はい、あんま言うことじゃないですけどね、はい、こういう公共の聞いてるかもしんないからな。はい、森田の彼女とかは、はい、結構真面目な子だから。そうなんですね、はい、うん、へえ。浜口さんの彼女とかも聞いてんじゃないのこういうラジオ？あ、分かんないですけど聞いてる時もあるんですか？聞いてるタイプだと思うわあの子は。うん、そうかもしれないですよ、うん、多分通勤中とかさ、はい、聞いて、うん、私いじられてるやん。そんな方なんですか？いやなんかそんなひょうきんな好奇心旺盛なタイプだと思うもん。あ、まあ確かにブルーインパルスだよって起こすぐらい、ね、うん、そう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 、はい、確かに天野さんが沖縄に仕事行くっていうので空港までついてくタイプなんだから、うん、好奇心やっぱ旺盛だよ。目撃しちゃいましたよ僕、うん、好きなんで空港とか。
飛行機が好きなの、飛行機とか乗り物とかも好きだし、まあ、何でも好きだよ。だけど、そういう趣味が多彩な人の方がいいよね。いいと思う、人生が何に対しても好奇心を持ってるっていうことだから、うん、はい、はい、うん、いいんじゃないですか。今後、まあコロナも開けたじゃないですか、はい、どういった番組作り、まだ開けてないです、まあ開けてないけどさ、一旦解除宣言、どういった番組作りにしてっかよ、これ5月も終了で6月から、あーそうですね、まあワンコーナーとして片岡の婚活情報共有はしていくでしょう、はい、うん、あと何しても今まではさ、ゲスト呼んだりもしてたじゃん、うん、はい、うん、そういうのを例えば LINE 電話だけで呼ぶのかとか、ほう、例えばね、どういうコンセプトでやっていこうかなっていうね。ああ、なるほど。だから俺が興味あることは、そう、婚活なの、マジで。ああ、はい。ちょっと戦場パーティー行ってくるとかさ。あとは、戦場パーティー、よくあるじゃん、船の上でパーティー。ザ・ノンフィクションで、ファイブギャップの秋元さん出られてますね。そう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 。フジテレビの。ね、そういう一人でバー行くとか、ちょっと一人をテーマに、うん、あのやってみるよ、2020は、うん、でまあ見て分かるように、うん、体つきもだいぶ変わってきてるでしょ、私、あ、まだいぶスリムに、はい、もうやばいですね、だ、もう今ボタンがこれ8切ればかりな、全然余裕ありましたけどね、胸筋がバーッっていう感じでしょ、うんうん、はい、だ逆に浜口さん、森田君は、うん、2020こういうのやりたいみたいな、そういうことをお互いやりたいことの報告会のラジオでいいんじゃない、はい、2020ってもう5月になっちゃったしな、うん、だから俺はその婚活共有とか、はい、あとは本当にあの今度俺あれ体力測定測り行こうと思ってるんだよ、はいはい、50m とか幅跳びとか、うん、それやることでめちゃくちゃおっさんになってるじゃん、一体自分がどれぐらいなのかを知って、うん、この1年でどこまで二十歳ぐらいの時に戻れるかっていうのを、はい、自分の中の企画として今走らせてる、ほう、なるほどね、っていうのをやりたいと思って、はい、そのトレーナーの先生いるから、うん、ちょっとどっか空いたら 50m とか幅跳びとか、うんうん、垂直跳びとかできるところ行きませんかっていうので、うん、おあちょっとなんか行きましょうみたいな、ほうほう、話はしてる、めっちゃ楽しそうですね、それ。もうめちゃくちゃ変わりたいの、うん、はい、もういいんじゃないですか、うん、そんな中、なんか浜口さん、これやってみたいとかないのかな、でもね、このコロナ禍でね、はい、まあ、ちょっと進歩したというか、うん、その、アマゾンも入ったし、確かに、あ、そうですよ、はい、うん、携帯も変えたし、変えたつか、新しく買ったし、はい、あ、こういう、最近もだから、アマゾンミュージックで、音楽聴いたりさ、めちゃくちゃいい、やったことなくてさ、そういうの、うん、そういう、なんだろう、新しいものはやっぱいいなとは思ってるんで、確かに、確かに、なんか新しいものをどんどん挑戦できればなとは思いました。だから浜狼少年浜口の今週の新しいものっていうトークを毎週していけばいいんじゃない、うん、毎週見つけれるかな。まあじゃあ気が向いた時、気が向いたとかね、最近はそうですね、だからバイクが趣味になってるのかな、最近で言えば、あー、はい、部品を買ったりしてるんですよ、だからアマゾンで、はいはいはい、ああ、うん、そうなんですか、カスタムみたいな、はいはい、ちょっとずつね、おお、うん、いいと思う、だから俺もだって新しいことだから YouTube だもんね、多分ね、 YouTube やってるから俺はそこに発信をするっていう、うん、コンテンツになってるから、なんか新しいのやるのはいいよね、うん、そうなんです、なんかね、いいですよ、自分にとっていいことをやるってことはいいことだなって思ってますよ、最近、あ、確かに、うん、はい、茶髪にするとかね、モニター、あー、茶髪いいっすね、確かに、うん、もう15年来ぐらいずっと黒髪なんで、さ、そういう森田みたいなさ、はい、感じの子が急に金髪とかするとさ、はい、なんかこういうちょっと内気なやつが頑張って変わろうとして、うん、考えた答えが金髪かって思われちゃうな、いや思われると思います、あ、はい、まあまあね、だから浜とか金髪とかしてた、まあ前からやってたしなとかさ、はい、まあまあそうです、思うじゃん、はい、森田が金髪したらやらされた感出る、まあ、自発的感はないな、自発で森田の考えで金髪にいかないもん、はい、化学記号式で考えて毛が痛むっていう結論でやらないはずなの、はい、
なんか昔教授が言ってたんですけど、これまあ根も葉もないあれですけど、金髪にするやつはバカだっていう、そういう教えされてるんで、そうだろ、はい、いや、はい、森田がやることじゃないんだよ、はい、まあ今やってるのが、なんかほんとちょっとずつやるみたいなの性格なんですけど、そうだね、配線処理みたいなことなんですけども、その週刊少年ジャンプが、はい、40冊ぐらい溜まってて、それをちょっとずつ今あのこなしてってるんですよ。もう読めてないの、忙しくてしばらく読めてなくって、あ、こっちで買ってたんですよ、ちゃんとコンビニで実物をで、それがもう山のように積まれてて、珍しいね、森田っぽくないね、これはもう買えないと、これ以上は、っていうので改めてそのジャンプのアプリ入って、その読んでない、その買ってんすよ、コンビニで買ってんすけども、ジャンプアプリでもう一回買い直して、いつでも見れるようにしといて、それをもうちょっとずつ こなしていくっていう作業。読んだら捨ててくのじゃん。で、その、これ僕の性格なんですけど、全部一気に捨てたいんです。読み終わったぞー、やったぞみたいなんで、ね、性格だな、はい、でそれをずっと部屋に残しておくんです。それはもう僕のカルマとして思ってるん で、はい、でそれがなくなるのを楽しみにちょっとずつちょっとずつコツコツやってるんです今。で森田ってやっぱ無駄が嫌いだから、博士だから数学の、はい、だからじゃあ 2,3 冊やってこれ紐縛って捨てる時間とかを考えるんだったら、うん、置いといて一気に捨てた方が効率がいいってことでしょ。まあそうですね、はい、あ、そういう考えなの、はい、それ何、ジャンプって全部読んでる、全部読む、全漫画、いや、全部読むんですよ、普通さ、ドラゴンボールだけ道路とかじゃん、やっぱ全部隅々まで見るタイプだよね、はい、全部読むんですだからあの、ジャンプアプリの、あのジャンプって、鬼滅の刃人気じゃないですか、もう、終わっちゃいましたけど、まだその終わっても読んでないんですけど、その鬼滅が普通に本編の中にあるんですけど、一番最後にカラーの鬼滅が入ってるんですよ、そのアプリだけは、だからストーリー全く一緒なんですよ、でも、カラーのもちゃんと読むんです、なるほどね、全部分かってんすよ、そのちょっと前に読んだものなんですけど、ちゃんとカラーも読むんです一時一回、細かい、はい、そうなんだ、はい、二重ですごい、いいんじゃないですかね、はい、じゃあ何、森田は今週のジャンプ何冊処理したかっていう今週のジャンプは2年前のやつですけど、はい、こんな話が面白い、ああそうですね、はい、俺は今週ちょっとこの婚活に向けて筋トレをしましたとか、はい、エステ行きましたとか、うん、あ、はい、あの女性とデート行きましたみたいな、はい、報告会、はい、で浜口さんはなんか新しいものとか、新しい気づいたことな、まあ、新しくアップデートだよね浜口さんね、あ、まあまあまあ確かに本当デジタル化が進みますね、表参道のカフェに嫁と行ってみたとか、はい、あめっちゃいい、そういう話行かなさそうじゃん、はい、それ何最先端だ、まあ、例えば表参道のなんかパンケーキ食べ行くどうのとかって、はい、なんかありますもんね、おしゃれな人気なところとか、そういうのをなんかこうツイッターであげてよ、こう嫁とこう足組んでこう、はい、綾部さんじゃないけどさ、綾部さんすげえアメリカの写真バズってますよね、綾部さんの革ジャン着てな、はい、ニューヨーカーな感じというか、はい、なんかちょっとそういうことをリニューアルとしてやっていくっていうのいいんじゃないですか、なんかね、はい、そうですね、やっとラジオっぽくなってきたんじゃないですか、はい、いいんじゃないですか確かに目的を持ってね、はい、ゲストは呼ばないの、じゃあどうします、はい、お任せしますけど、はい、まあなんかちょっとコロナで怖いなっていうの、募集したらこれで、はい、嫁になってもいい人、おお、メールくださいあ、ね、いいよ、はい、やろう、はい、だから嫁になってもいいですっていう人が出てくるわけないじゃん、タレントしか出てこない、いやでも昔そういう番組あったじゃないですか、いっぱいたくさん散々一般の方が来るの、うん、はい、とりあえずじゃあ片岡さんが別に、旦那にするじゃなくてちょっと気になってるって人はこの番組にメールくれればね、はい、こっちもちょっと、はい、もうメールアドレス電話番号送り返しますよ、うんちょっと教えてください、だからそういうのもいいよね、はい、番組での公開、はい、その30の質問みたいなね、ああ、うん、いいですね、いい、はい、確かに、でちょっと恋愛の先生も呼んだりとかして、お、こういう人がマッチングしやすいですって、はい、うん、いいんじゃないですか、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか、ゴールはクリスマスだな、おクリスマス12月25、はい、うん、どう過ごしたか、
そう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 、はい、そういう感じでいこうか、はい、はい、やろう、はい来週はスタジオでいいんですか。じゃあ来週スタジオですよ。そうですね、なるほど、ということでございますんで、皆さんまたリニューアルスタートね、はい、スタジオからお届けしますんでよろしくお願いします、はい、ということで、それでは皆さんまた来週、バイバイ、はい。